と配信できないなって思ってお休みさせていただきました。本日はね30分ぐらいなんですけど配信します。ちょっとメールを送ってないからね、全然はい、まずはですね昨日のお話をしていきたいと思うんですけど昨日はねあの念願のブロードウェイミュージカルピーターパンを観劇しました。はい、ブロードウェイミュージカルピーターパンをねあのウェンディ役で岡部凛ちゃんがリンリンがね出演されておりますミュージカルでございます。はい、私はね去年見に行く予定だったんですけどちょうど見に行く日に中止が発表されちゃってあの行けなかったのでまあリベンジっていうのかなしました。はい、そう私自身そのリンリンが初めてピーターパンに出ることを聞いてちょっと調べたら公式でねダイジェスト動画とかも上がってたので歴代のピーターパンの見てうわすごいなって思って見てみたいなって思ってたからさそうそれがね叶ってよかったです。物を落としました。そしてそんなリンリンからねツイッターでリプもらったんでちょっと返します。私はねもうショールームでツイートをするようになりました。何書こうかな。
当てた。まあね、ピーターパンのことはあの後々ブログあげようと思うんで、そちらで見ていただけたあんまね、これから地方公演もあって結構地方で見るっていう方もいらっしゃると思うので、あんまネタバレができないんですよね。まあネタバレはするつもりないんだけどね、なんか個人的な意見、個人的な意見って言ったらなんかすごい嫌な言い方ですけど、なんかちょっとこういう風に思ったよみたいなことがあったので、まあでもそう、私ね、あのディズニー映画のピーターパンの方を見たことがあって、そうっていうのもあの、まあ、ピーターパンね、もともと絵本で読んだことはあったんだけど、なんか実際なんかディズニーの見たことがなかったから、ちょっと、まあ、ミュージカルも見に行くし見てみようかなみたいな風に思って、そうちょっと見てみたいなって思って、なんかちょっと久しぶりにピーターパン読むから私の中でちゃんと話し合ってんのかなみたいなのもあって見てみたんですけど、それとまた今回ミュージカル見て、なんかね、あこういう感じだったっけみたいな、多分違うんだろうけど、まあ合ってるか自信はないんだけどね、なんかこう違う気がするなみたいなのとか考えたら、なんかめっちゃ面白いなって思って、そうなんですよ。今日はね、あの衣装さん、あのよくね AKB48 のライブだったりイベントだ、まあライブだったりというか、まあライブやイベントでもね、よく衣装さんがいらっしゃるんですけど、お着替え手伝ってくれたりするその方にお会いして、そう、昨日ピーターパン見に行ったんですって言ったら、いいなってめっちゃあの羨ましそうにしてて、というのもその方も去年ピーターパン見に行く予定でめちゃめちゃ楽しみにしてたんだけど、ちょうど多分私と同じ日に見る予定だったんですけど、公演中止になっちゃって見に行けなかったっていう、そう、あや、早っ、リンリンリップ早っ、びっくりしたさっき私はツイートしリンリンにあのリプ返したらもう帰ってきてびっくりしちゃった、早すぎる。あまりにも早くてびっくりしちゃった。ピーターパンはミュージカルで子供の頃に榊原郁恵さんのを見に行った曲、いいなぁ、いいなぁ、私そうダイジェスト見て、その初代の榊原郁恵さんですよね、間違ってたら本当にごめんなさい、見てうわすごいなぁって思って、うわ生で見たかったなぁみたいに思ったんですよ。無理なんですけど、まあ、多分生まれてないよね確か、私そうだから絶対無理なんだけど、うわ生で見たかったなって思って、なんかそう今回その、まあ、ピーターパンってすごい長年やってるんですけど、ミュージカルで、あのまあ大体、まあ、ピーターパン一人の役者さんがやってらっしゃるんですけど、まあ、何年かで交代するんですよ。で今回のピーターパンって11代目だったかなのピーターパンなんですけど、なんかね本当いろんな人がピーターパンやってらっしゃるから、なんかやっぱ比較したいな
比較じゃないな、比較はね、わかる、違う、なんかいろいろなピーターパン見たいなっていうふうにすごく思いましたね。やっぱり人によってもう違う、本当もう人が変わればもうピーターパンのキャラが絶対に変わるから、すごいそれが気になりましたね。そう、今回のね、今回今年初めてピーターパンやった11代目の山崎怜奈ちゃん、怜奈さんちゃんって言っちゃった、年下だけどもはね、同じ愛媛県出身なんですよ。だからちょっとね、あ、愛媛出身なんだみたいなことも思ったりして、もともとね、松山だったかな、市民ミュージカルとか出演されてたみたいなんですけど、なんかね、その、まあ、坊ちゃんのスタッフさんで、まあ、知り合いとかではなかったと思うんだけど、ちょっとその市民ミュージカルの当時のことをちょっと聞いたりして、あ、余計ねすごい見に行きたいなって思いましたね。そうそう、兄にも出演されてたみたい、めちゃめちゃ可愛い。なんかね、やっぱ見てもうファンになってしまいますよね、本当に。でもまだ16歳とかでめちゃめちゃ若いなって思いました。7歳差なんですよ、私と。そう、2007年生まれだから、もう私と7歳差なんですよ。めちゃめちゃ計算しやすい。いや、漢字は違いました。はい、本当にね。でも感想はブログに書きますここではそんなに言わないです。まあ、でも、まあ、ちょいちょい755にもね書いたんですけど、そう、今回のねミュージカル見て、でも私のなんか受け取り方の問題なのかな、わかんない、その時々によるのかもしれないけど、そのまあいわゆるそのディズニー映画のピーターパンもなんか原作とかではないじゃないですか、確か。原作って別にあるじゃない、原作とかではないけど、まあまあ一つのなんか一つのピーターパンじゃないですか。いろんなまあ絵本だったりとか、まあ、原作だったりとかあるじゃないですか。その中の一つのピーターパン、大元の話は一緒だけど、一つのピーターパンをまあ一応見てで、今回のミュージカルを見た時にね、なんか755にも書いたんだけど、ネタバレはするつもりないんだけどね、まあそのピーターとウェンディの関係性っていうのはなんかアニメーションとはまた違うようなに感じたんですよ、私は。すごくそう、でもなんかそれはそれでなんかミュージカルのピーターパンの方を見て、その二人のことを考えれば考えるほどね、なんか辛くなってきてそう、なんかね、ずっとそのこと悶々と考えちゃいましたね。そう、わかんない、その今回初めてミュージカルの方見たから、ミュージカルでは毎年一緒なのかなって思うんですけど、なんか辛いっていうか、なんかまあ辛いとはまた違うんだけど、あーあーってなったね。そうそうそう、
でもやっぱね2人やっぱねこのコンビペアはねめちゃめちゃ可愛いなって思いましたね。そう、なんかねその話をしたいんだけど、まあネタバレじゃないけどネタバレになりそうだからあんま話せない。そう、るんちゃんの話を聞くと見に行きたくなる。お、本当ですか。これから地方公演みたいで、そう、まあ関東では埼玉の公演があるらしいですね。そう、わかんない、どこに行くかあんまちゃんと知らないから、それはみんな調べて。香川に行くことだけは知ってる。でも本当に今回見に行けてよかったです。もうそっからね、もう昨日はずっとねなんかいろ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 ちょっとまあ余韻もありつつぼーっとしてたら、もう私は途端にプーさんのサウンドトラックが聞きたくなってさ、聞いてたらもう全然お風呂入る気にもなれなくて。そう、全然お風呂入る気になれなくて、もう寝たの2時でした。おっさ、そう、プーさんのサウンドトラック、プーさん見たことある？あります？ありますか？あ、ある。私はね、雨がめっちゃ降ってる時の歌がすごい好きで、もう名前を知らないんだけどちゃんと、なんか私よく Spotify で聴くんですけど音楽を、そう、英語で書いてるしちゃんと名前覚えてないんですよ。ただ雨がめっちゃ降ってる時の歌っていうことだけ覚えてる。あれねめちゃめちゃ好き。そう、聴いちゃいますね。もうね、まあ、プーさんはビデオのやつなん、ビデオカセットあるじゃないですか。あれなんていう名前だっけ、名前忘れたんだけどさ、それ版しか知らないんだけど、もうそれをほんとねもう何回見たか、もう何回見たことか、ほんともう舐め回すぐらい、舐め回すぐらいって大変ですけど見てたからさ。そう、お姉ちゃんと一緒、うん、昨日はね、そう、プーさんの曲聴いたりとか、私あとムーランのリフレクションがめっちゃ好きだからそれずっと聴いたりとかねしちゃいましたね、やっぱり。
そうだ、 VHS だ。そうそうそう、 VHS。家にありますよ VHS。 なんだったらあれどうだったっけ、でも結構ありますよ VHS、まあ、今でも見れるかどうかはちょっと微妙ですけど、そうそうそう、全いろいろあるマジで。魔女の宅急便もあるし、まあ、もののけ姫はあれ知り合いのだから違うか、トトロもあったよね確か、とか未来少年コナンがありますね。私はもうね幼稚園の頃は VHS だったんで、そうそう、見れるかどうかは本当わかんないけどね。そう、でも私あのもう小さい頃アンパンマンはもうね VHS に、あ、録画だったかな、でもめっちゃ見てたよアンパンマン。そうアンパンマンめっちゃ見てた。ドラえもんとかサザエさんとかは全然見てなかったけど、アンパンマンはすっごい見てたよ。そう、ドラえもんはね、なんで見なかったんだろう、なんか時間が合わなかったのかなあのサザエさんは完全に時間が合わなかったんですよ。ちょうど習い事行ってる時だったからさ、全然時間合わなくて。ドラえもんの時間合わなかったんだっけ、時間が合わない、難しいけど。あ、でもドラえもんよりかクレヨンしんちゃんの方が見なかったんですよ多分。それも時間合わなかった、多分習い事と重なってたと思うんだけど。そう、テレビは薄型しか知らない。うん、あの四角いあれはね、なんていうのか知らないんですけど、あのこういうさ、あのパソコンの画面みたいな、あれ違ったっけ、パソコンみたいなさ、あのちょっと昔のパソコンってなんかさ、ちょっと四角い正方形みたいな感じ、正方形ではないけどさ、今みたいに薄くないじゃん、なんかこうなってるじゃん、それみたいなテレビなら小さい頃ありましたよ。途中から薄いのに変わったけど、あ、そう、ブラウン管かな。ちびまる子ちゃんはねリアルタイムで放送してるやつは見てなくて、アニマックスで見てました。あの夢いっぱいがオープニングの時のやつ。ちびまる子ちゃんよく見てた。まあ分かんない、でも私の家にはありましたよバリバリ。もう今はさすがに薄いけどテレビ、そうあったよブラウン管のやつ。さすがにね、あのちびまる子ちゃんの時のテレビは見たことないんだけど、まあ私ね2000年生まれだからね、20世紀生まれなんですよ一応。そう言うてもめっちゃ末なんですけど、2000年の11月29日生まれなんで。そう、それこそねなんかハム太郎の映画とか、あれは DVD だったけど、なんかハム太郎のお誕生日みたいな名前のやつはVHS だったし、カードキャプターさくらも VHS ありました。そう、
そうだから一応あの世紀が世紀変わるとき、あの20世紀から21世紀変わるときは生まれてます。0歳だけど。そう、さくらちゃん VHS あったんだよ。これ言うと年齢バレる、いやバレはしないのか。でもあれどっちのか分かんないんだよ。私ね、お姉ちゃんが2人いるんですけど、どっちかは忘れたんだけど、なんかだいたい毎年1回はお遊戯会みたいなのがあるんですよ。でお遊戯会で、あのお遊戯会の様子とかを、まあ、DVD にね、あの幼稚園の方から公式でなんか渡されるんですけど、私 DVD だったんですよ。ただどっちかはね VHS だったんですよ。どっちかの姉ちゃんはそこまでちゃんとは覚えてないんだけど、だからね、あのめっちゃ身近でした私。でもなんだっけな、スマホアプリのゲームをやってる時になんか VHS 出てきたんですけど、これ何って言ってる。まあその時そのキャラクター中学生とかだったんですけど、私びっくりしちゃったもん。 VHS 知らない子とかいるんだみたいな、めっちゃびっくりした記憶ある。そう、え、絶対にダメです。普通に幼稚園バレしたくないんで、はい。どっちかだったかどっちもだったかさすがに覚えてない。でも私は DVD だった。そう、そうだからもうバリバリ VHS を使っておりました。そうで、プーさんも VHS で、どうなんだろう今って見れるのかな、もう使ってないから分かんないよ、うん、頑張ったら見れそうな気もするけどね、どうなんだろう分かんない、もう長い間使ってないから分かんないや。そう、だから私の3歳下ぐらいになると、VHS 知らないと思うんですよ。下、もうちょっと下かな、3、4、5歳ぐらい下になるともう多分分かんないと思う。そう。というか DS の存在はどこまで知ってるんだろう。あ、でもまあまあ知ってるか、 DS に関しては。 3DS もあったしね。だって 3DS 出たのが私、あれ 3DS 出たのっていつだっけ。でも私が中学に上がる時には出てたか 3DS。 でもスイッチが出始めたのってそんなに昔じゃないでしょ。どうなんだろう、私の10歳下の子が3、あの DS 知ってるわけではないもんな。わからんな。DS はあれ、初代なのかな？初代なのかな？ちょっとわかんないけど、そこまでは。DS もね、使ってたんで。毎回私が持ってたやつはゲームボーイであったのかね、わからんのよ。ちなみにファミコンは見たことない。
いや、ゲームボーイアドバンスだわ、私。アドバンスを持ってたんだと思う。多分、いや、アドバンスじゃないな。あれ？ゲームボーイアドバンススペシャル？ああ、だわ。ゲームボーイアドバンススペシャルでいいのか。は、持ってた。確か。Wii と Wii U はね、家にあります。そう、もうそれ以降ないけど。それ以降は持ってないけど、Wii はね、もうよく Wii スポーツしてたよ。Wii スポーツしかしてなかった。っていうか、Wii スポーツとなんか、ミニゲームいっぱいあるやつ以外、もうなかった。Wii U はごめん、なかったわ。Wii Fit と勘違いしてた。Wii U ってなんだっけ？っていうか、Wii ってさ、もう、みんな遊んでない。だって Wii の新しいカセットで出てますか？ Wii U ってなんだっけ、わかんなくなっちゃった。 Wii U 持ってないかもしれない。 Wii Fit だわ。 Wii Fit だったよね、足乗るやつ、体重計みたいに。そう、でもね、 Wii はマジ Wii スポーツしかしなかった、基本的には。そう、そうか。でも今リングフィットみたいなのもあるのか。じゃあごめんなさい、ちょっと今日は中途半端だけど、ここら辺で終わりにしたいと思いますので、じゃあランキングを読んでいきますね。13位から13位、けいちゃんさん。12位ディスコさん。11位マモさん。10位キャパさん。9位モノサルさん。8位ナナタさん。7位夏目さん。6位ロミツさん。5位飯田ひろゆきさん。4位 TKHKG さん。3位カラスのカーコさん。2位玉国さん。1位がはやちゃんさんでした。はい、それでは今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日。おやすみなさい。またね、おやすみ。